はい、道山です。冬休みの受験勉強法がわからない、一日何時間やればいいかわからない、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は冬休みの受験勉強法、これについて詳しくお話ししていきたいと思います。この内容をしっかり聞いていただければ、もうはっきり言ってですね、 E 判定からでも志望校に合格する可能性って全然上がっていくと思います。まあ、その結果ですね、ラスト1ヶ月で偏差値もね、急上昇すると思います。まあ、結果的に逆転合格ですね、することもね、十分可能だと思うので、ぜひ中学3年生の子供たちとそのお父さんお母さんたち、この動画しっかり見ていただけると嬉しく思います。はい、じゃあまず最初にですね、 E 判定からでも逆転合格できるのかって話をしたいと思います。結構ですね、この冬休みの時期になると、道山先生 E 判定なんです、志望校受かりますかとか、今本当に判定が低いんです、どうしたら上がりますかって相談結構来るんですね。でこれ結論から言うと、 E 判定でも十分合格できます。でこれなんでかというと、そもそも模擬試験の判定ですね、 E 判定とか A 判定とか、これあんま当てにならないんですね。実際僕自身もこう、中学校3年生の時ですね、A 判定、ずーっと模擬試験で A 判定だったとある私立高校の特進クラス、これに見事に落ちました。なので A 判定でも落ちることってあるんですね。一方僕が今までにサポートしてきた子たち、本当に E 判定だったんだけど、最後にぐん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 上がっていて、最終的には C 判定まで上がって、見事志望校に合格したって方もたくさんいます。なので E 判定だから落ちるってことは全然ないので、今から言う方法でしっかりね、偏差値上げていただければと思います。ただし、やっぱり判定が低いとき、合格率がね、低いっていう場合は、必ず抑えの高校、まあ、本当にね、A 判定、B 判定もらえるぐらいな、まあ、合格率が高いところも、まあ、1、2個受けてから受けるってことは忘れないでください。はい、じゃあ次にですね、冬休みの過ごし方、これについてお話ししたいと思います。じゃあ冬休みどのように過ごしていけばいいのか、まあ、いろんな考え方あるんですが、今日は一番大事な考え方を一つお話ししたいと思います。これ何かというと、もう朝から晩まで一日中勉強するってことです。これなぜか、冬休みになるとですね、もう中学3年生の子からすると、私立はあと本当に1ヶ月とかそれぐらいですよね。で、公立でも本当に2、3ヶ月で受験が迫ってくるわけです。つまり周りの子たちみんな焦ってます。でみんな焦っているので、もう誰でも必ず一日中勉強しようっていう意気込みがあるんですよね。まあするかどうかは別としてね。なのでそういう状態なので、自分はまあ3時間でいいやとか、それぐらいの気持ちで冬休みを過ごしてしまったら、仮に今 A 判定であったとしても追い抜かれちゃうんですよね。だから、周りの子がどんなこと言っていようが、自分はとにかく一日中勉強する、こういった意気込みで、向き合うことがすごく大事です。でその時に塾に行ってる場合、塾に行ってる場合はですね、大抵朝から、まあ夜まで塾のね、冬季講習があったりとか、あとは自習室ね、オープンしてるところだったら、まあ朝からずっと使えたりとかすると思うんですね。なので塾に入ってる場合は、もう本当に朝一で塾に行くぐらいの気持ちがあった方がいいと思います。一方、塾に行っていない場合、この場合はですね、家でもちろん勉強してもいいんですが、僕のおすすめはもう朝一で図書館のに行っちゃうことですね。でそこにも自習室ってあると思うので、まあそこに本当に朝から夕方までずーっと引きこもっている。で、まあ夜だけ家で勉強するぐらいの、方がいいと思います。家でね、いざ勉強しようと思っても、どうしてもね、誘惑に負けてしまうと思うので、もう勉強環境に自分の身を投じるぐらいの方が、やっぱ冬休みのね、時期っていうのはいいかなと思います。はい、次に1日の勉強時間とおすすめの学習計画という話をしたいと思います。じゃあ1日どれぐらい勉強すればいいのか、これも目安お話ししたいと思います。基本的に僕がいつもねサポートしている子たちには、もう最低でも8時間ぐらいはやろうというふうに伝えています。もうできればね、うまくリズムを刻めるんだったら10時間ぐらいを目標にね、しようというふうに言ってます。まあ、これはあくまでも目標です。全然ね、8時間いかなくて5時間になっちゃう日があっても全く問題ないと思います。ただ最初から5時間で計画を立てると、ちょっと気を抜いた時は3時間とかになっちゃいますよね。でも最初から8時間計画でやっていったら、まあ最低でも5時間ぐらいはできるじゃないですか。なので最低でもやっぱ8時間を目標、できれば最初から10時間ぐらいを目標にして、計画を立てていくってことが大事になります。じゃあそんなに、ね、8時間とか10時間できるのかっていうと、これやるポイントがあるんですね。これ何かというと、とにかく朝から始めるってことです。朝7時から勉強を始めたらですよ、まあ午前中だけでも3、4時間できますよね。でも朝ゆっくりしてて11時ぐらいから始めたら、本当に1時間ぐらいで終わっちゃうと思います。そうするとやっぱりね、どれだけ追い込んでもなかなか8時間って難しくなっちゃうので、もう朝早く起きて朝から、とにかく、ギアを踏んでいく、これがねすごく大事になると思います。でもう一つポイントがあってですね、これ何かというと、休憩時間をとにかく短くするってことです。
まあ、あんまり短すぎてね、ほんと1分2分とかだと、まあさすがに、疲れが回復しないのでね、これは良くないと思いますが、まあ本当に1時間とか休憩取っちゃうとね、なかなか勉強時間当てられなくなっちゃうので、まあ普通に勉強頑張ってる時は、まあ大体10分から15分ぐらい、で休憩時間を取ると、まあそれ以外にもお風呂に入るとかご飯を食べるとき、まあこの時はね、30分とか1時間とか使っちゃうと思うんですが、まあそういうお風呂とか、まあご飯に、をしながら休憩するっていう形にすれば、まあ、だいぶ時間もね、節約できると思うので、まあ、こういうね、意識で、とにかく勉強時間を伸ばすっていう風に、計画を立ててみてください。はい、次に合格するための勉強法ってお話をしたいと思います。じゃあ、この時期何をすればいいのか、もうこれも今までに何をやってきてるかによって全く違うんですが、どんな子にも当てはまることが一つあります。これ何かというと、過去問です。過去問をとにかく中心に勉強していくってことですね。これ公立私立どちらでもそうなんですが、過去問を解くと、やっぱりね、苦手分野って見つかると思うんですね。例えば自分は長文読解ができないとか、単語が弱いとか、なんか見つかると思うんです。だからここをとにかく冬休みを使って徹底的に対策していくってことが、すごく合格率を上げる上で大事になります。で、あとですね、まあ、過去問をしても、まあ、少し時間が余るようであれば、ここはですね、最後、今までやってきている勉強をそのまま続けていけばいいです。例えば、現状ね、なんかじゃあ一つ問題集、受験対策問題集をこう解いていて、一回終わったタイミングだとします。そしたら、まあ、大体2回、3回はこれ繰り返しますよね。だったら2回目をもう一回やっていけばいいです。もうすでに一冊ね、完璧に問題集終わっちゃってる状態であったら、もう一冊なんか応用系の問題集を買ってきてね、まあ、冬休みから応用系に取り組んで応用力をつけるって形でもいいと思います。まあ、あなた自身今までこうやってきている勉強法をそのまま延長線でとにかく時間を作ってやっていくっていうのと、プラス過去問で、まあ時間、過去問をね解いていくって、この2つでねやっていくと冬休みはね、スムーズに、クリアできるかなと思います。はい、ということで今回は冬休みの受験対策法、これについてお話ししました。本当に動画なので大事なポイントしかお話ししておりません。もう少し細かい説明、私のホームページにまとめております。よかったらホームページも参考にして、ぜひ志望校に逆転合格できるように頑張っていきましょう。